おい、まだ頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。おお、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな、他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。あいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあ、ただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。聞いたよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。おう、こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。いい。こんなご時世だ、10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんをあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。おっ、うん。
いや、なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島野んとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの？嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟になしつけてお前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。ふん、律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ、親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。お前のことは必ず殺すよ。
でもその前にあの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。お疲れ、真島ちゃん。そうよ、はあ、ちょっとの間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ、なあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃ、掃除のおばちゃんがよ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな、どこ行きはんの。あそこだ、弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。のこの泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ、真島ちゃん。俺に打たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、神室町。ええんか。
だってよ、神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうならよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。お前にええ話があるんや。急な呼び出しだな、兄弟。佐川。ふん、水臭いこと言いなや。お前こそこっち来てるんやったら声かけてもらうな。これで全員や。久々にうまい酒が飲めそうやな。チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。へえ、どこ行くんだ。堂島組。堂島組。おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んでるか。手放せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か。たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。は？なんだそのヘンテコなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いか分からんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたい時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。
せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん。執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで、真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。あの世で待ってるぜ、真島ちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。なあ。